やあ、押す。日本が韓国を下して優勝したね。そうだね。アンダーセブンティーンアジアカップ決勝戦。日本対韓国。3対0で韓国を下して、日本が優勝したね。試合見た忘れてた。 金曜日の段階で絶対に見ようと決めてたんだけど、うっかり忘れちゃったよね。韓国の情報を扱う YouTuber の君が日韓戦を忘れちゃダメでしょ。もうジンマシン通信管理人の称号は剥奪だよ。元からそんな称号持ってねえよ。ただ YouTube でダイジェスト見たし、試合の内容もニュース記事で把握してるし、韓国の反応もチェックしたから大体話せるよ。そうか、それならいいけど、で、試合は一方的な展開だったのか。いや前半は五分五分の戦いで、ボールの占有率も51対49で韓国がリードしてたんだよね。シュート本数も同じ 5本で有効シュート数は韓国が2本日本が3本っていう状況だったんだよね。 それが前半終盤の43分に、韓国の選手がファールして、これがこの選手2枚目のイエローカードになって、退場になったんだよね。で、日本はフリーキックをもらったんだけど、そこで1点を決めて、そこから試合の流れが変わったよね。つまり韓国は1人少ない状況で後半戦を戦わなければならない状況になったのか。そう。日本はその後後半に2点を追加して、最終的に3対0で勝利したってことだよね。つまり事実上、前半の退場プラスフリーキックを決めたことで、勝負あったという感じか。そうだね。 だから韓国としては、どうしてもこの退場の判定が不満みたいで、今メディアも国民も色々難癖つけてる状況だよね。何癖どういう論理で何癖をつけてきているのかいくつかあるんだけど、まず一つはフリーキックになった場面だけど、日本の選手がペナルティーエリアのちょっと手前でロングパスを受けるんだよね。その時に、韓国の選手が突進してきてタックルしたのがファール、イエローカードであると、そういう判定を受けたんだけど、韓国の主張としては、別にそれはラフプレーでもなく、日本側の決定的なチャンスでもなかったと。 それなのにイエローカードはおかしいだろうっていう主張だよね。もう一つは、それで実際にフリーキックになってボールが置かれるんだけど、その位置がファールした場所よりもゴールに近かったと、そういう主張もしてんだよね。あともう一つは、試合終盤に韓国の選手と日本のゴールキーパーが接触したんだけど、それをファール判定にはならなかったんだよね。ここでファールになればペナルティーエリアの中だったから、PK だったんだけど、そうはならず、これには韓国の監督もぶち切れて、ペットボトルを投げつけてイエローカードをもらってたけど、そういうことも あって審判に対する批判が高まってる状況だね審判が批判されてる状況なのかそう今回の試合について韓国では日本に負けたんじゃなくて審判に負けたんだと言われてるからね それ、いわゆる精神勝利というやつではないのか。ところで、その審判は何人だったのかタイ人の審判だったんだけど、今大会で、日本がした7試合のうち、3試合で主審を務めてたんだよね。それで、日本と何か特別な関係があるんじゃねえかとか、日本からお金をもらってんじゃねえかとか、そんなこと言われたりしてたよね。そんなことあるわけないでしょ。あと、タイは、今大会で、準決勝で、韓国に1対4で負けてんだよね。その報復として、日本に有利な判定をしたのではないかとも言われてるよね。 韓国人じゃないんだからそんなことしないでしょ。そうだね。だからそういう批判が出てるってことは、これ裏を返せば、結局自分たちが審判の立場だったら、準々決勝でタイに1対4で負けてたら、報復判定をしていたっていうことでもあると思うけどね。悪口は自分を映す鏡だね。で、韓国内では、それに対して何か動きはあるのか。以前は500万人の署名をしたら再試合っていうデマが流れてみんなが署名したみたいだけど、それよく知ってるね。ずいぶん前の話だけどね。2006年のワールドカップの時、韓国はスイスとの 試合で負けて、それも誤審で負けたと韓国は言い張ってて、それで24時間以内に500万人が署名すればスイスと再試合できるっていうデマが携帯のメールで流れて、韓国人が一斉に fifa のホームページにアクセスしたんだよね。それで fifa のホームページがダウンして、韓国からの ip アドレスを遮断するっていう事態に発展したんだよね。なんか韓国らしい事件だったよね。今回はそんなことはしてないのかしてないね。これから行われるかもしれないけど、ちょっと話変わるけど、サッカー日韓戦って過去にも何度も行われ。 れてるけど、なんか毎回3対0で勝ってる気がするんだけど、気のせいかな？気のせいじゃないよ。今回3対0で日本が勝ったけど、この勝利によって日韓戦。 5戦連続3対0で日本が勝ってんだよね。5戦連続勝利だけではなく、5戦連続3対0で勝っているということか。そういうことだよね。この3対0の呪縛っていうのは、俺もブログの方で何度も触れてるけど、今回はさすがに3対0はねえだろうと。5戦連続はねえだろうと思ってたけど、3対0だったね。1回2回ならわかるけど、5回連続ってすごいね。すごいよね。5回あったら6回目もあんじゃないかなと思ってるけどね。韓国人はそのことに気がいいているのか気づいてるよ。ニュースでも取り上げられてるしね。それに対して 韓国人はどう見ているのか韓国では昔からサッカーでは日本よりも韓国の方が強いっていう認識がずっとあったんだよね。でも2010年頃からその認識も変わってきて、そろそろ実力差がなくなってきたぞみたいな意見も出てきて、2013年頃には日本は韓国を追い抜いたと、そういう評価も出てくるようになったんだよね。 ここ数年は5戦連続3対0とか、ワールドカップでも日本の成績の方が良くなってきてるっていうことで、日本の方が強いっていう認識が、韓国内でもかなり強まってきてるよね。そこは認めてるんだ。そうだね。認めてるけど、だから何かしてるってわけでもないけどね。なんでこんなに差が開いたのかな 個人的には、海外挑戦が分かれ道だったと思ってるけどね。韓国は海外挑戦しないのか挑戦はするんだけど、人数が少ないんだよね。日本は今ヨーロッパリーグで60人以上の選手が活動してるけど、韓国は現時点で18人しかいないからね。あとこれは最近徐々に見直されつつあるみたいだけど、韓国はいい選手がいても、ヨーロッパリーグに行かず、中国リーグに行く選手も多いんだよね。お金がいいから。そういう部分で差が開いたと、俺は思うけどね。結局ここでも金か。あともう一つ個人的に思うこととして、 韓国人って身長すごく気にするじゃん身長が低い人はそれだけで社会的劣等感を抱えながら生きていかなければならないそんな国なんだけどこの価値観がサッカーにも表れてると思うんだよねというのは 別にそれはそれでいいのかもしんないけど、韓国サッカー全体として、選手を起用するにあたって、テクニックとかよりも身長が大きい人、要するにフィジカルが強い選手を選ぶ傾向にあるのではないかなと思うんだよね。実際2014年のワールドカップの時、韓国選手の平均身長って、ワールドカップに出場した国の中で5番目に大きかったんだよね。アメリカとかイギリスとか、フランス、オランダよりも大きかったんだよね。一般国民の平均身長では、それらの国の方が韓国よりもはるかに大きいけど、 サッカー選手では韓国の方が大きかったんだよねつまり身長、フィジカルに対する執着が強すぎて、チーム全体の実力を底上げするのを妨げてるということか。わかんないけどね。でも状況的にはそういう不自然な部分があるのと、韓国社会としても、そういう状況を肯定的に受け止めてる部分があるから、韓国サッカーが伸び悩んでる要因として、そういうこともあるんじゃないかなと、勝手に推測してるだけなんだけど。韓国社会が肯定的に受け止めてるってどういうことだから韓国選手の平均身長は高いと、日本は低いと、 メディアがが報じててててて韓国国民もそれを見ホホルホルするるっっっいいうう構図が成り立ってるっていうことなるほど。そういう社会だから、起用される選手も、プレースタイルも、必然的にフィジカル中心になってしまうということか。そういう部分がある気もするけどね。ワールドカップとかになると世界中の人が見るわけだから、余計にそういう意識にも拍車がかかるよね。でもそれは別に悪いことではないよね。そういうサッカーということであれば。もちろんそれが悪いとは言わないけど、体格が大きくて動ける選手がいれば、それはそれに越したことない と思うけどでも実際問題として、韓国人はみんな大きいわけじゃないし、大きい人は世界各国と比較してみれば少ないわけだから、無理してそこに近づくことが、背伸びすることが、果たして韓国に適したサッカーなのかっていうのは疑問に残る部分があるけどね。 確かにね、仮にその説が正しいとするなら、韓国は試合に勝つことよりも、韓国は身長が大きい国と言われることの方を重要視してるということになるよね。そうだね。長年韓国人を見てきてるものとして言わせてもらえば、冗談じゃなく、それ結構あると思うけどね。今日はこんなところでいいかな。うん、それでは皆さんまた次回。チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。